元意味ではまるでこうひらがなのへの字になるような手首の形になります。腕が短い人にありがちなんですが、先まで届かないからといってこうやって伸ばしちゃうんですね。こんにちは、川瀬彩子です。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はボーイングの3段階の動きについてお話をします。今日の話と呼吸を組み合わせて全球練習してみてほしいなと思っています。ちょっとしたコツも交えてお話ししていくので、私の本を合わせてご覧ください。元意味ではまるでこうひらがなのへの字になるような手首の形になります。この手首がへの字になる感覚がわからないときは、弓を置いて弓を持ったふりをしてバイオリンを構えてみましょう。すると自然な手首のこのへの字のこの感覚を感じ取ることができるでしょう。では弓を持ってみましょう。弓の毛を弦の上に乗せます。乗せた時に弓の重さを弦に預けた、その感覚はありますか？そして親指を軽く曲げます。親指は曲げて毛についていいですよ。そして弓の毛が顔の方に向くように置きましょう。私の本では猫先生が喋っていますが、弓の毛を弦に対してべったりつけて弾くわけではないんですね。そうするとノコギリの音になりやすいです。弓の毛を少し寝かせて弾きましょう。ここがスタートです。弾いてみましょう。弦の上に元弓を乗せました。手首がへの字になりました。フロックと肘はだいたい同じ高さと思ってイメージしましょう。アーセンを弾いてみます。中指ではだいたい四角形ができます。そしてフロックと肘は同じ高さになります。先弓に行きます。先弓では直角三角形ができます。この時肘がピンピンに伸ばさない方がいいです。これではかなりかえって力が入ります。なぜそのようになるかというと、腕が短い人にありがちなんですが、先まで届かないからといってこうやって伸ばしちゃうんですね。そうではなくて、少し届かないなと思ったら楽器を内向きに傾けると届きます。これは体重移動とも関係している話なので、次回詳しくお話をしますね。元指では手首をへの字にして置きます。手首の匂いを嗅ぐようにして置くのもいい方法です。フロックと肘はだいたい同じ高さになります。中指に行ったら四角形ができます。先指に行ったら、腕が短い方、私は腕が短いので少し楽器を内向きにすると先指まで届いて、大体の直角三角形が出来上がります。直角三角形、四角、そして手首。手首がへの字からスタートして弓を寝かせて、四角形でフロックと肘は同じ高さで、直角三角形、四角で手首はへの字になる。このような動き、3段階の動きを意識してボーイング練習をするといいでしょう。そして前回お話しした呼吸とも組み合わせてやってみると良い練習になるでしょうね。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。